はい、本日はホーム玉ねぎの袋栽培とプランター栽培に挑戦していきます。まずは袋栽培の説明からしていきます。用意するものはこちらの培養土、ホーム玉ねぎの球根、ハサミ、あとドライバーですね。それとこちらはマルチ穴掘りって言って100均で200円で販売していました。これあると便利かなと私は個人的に思うんですけれど、なくても全然大丈夫です。はい、まずはこれ袋をですね、袋の側面と裏の方にドライバーで穴を開けていきます。穴がないと水やりをした時に水の出口がないのでうまく育たないので、このこちらの穴開けをしていきます。結構多く私は今回穴を開けてみました。ひっくり返して表側にしたら、この時点で土をまっすぐ平らにならしておきましょう。はい、ここでこのマルチ穴掘りを使用していきます。そう、このマルチ穴掘りって本来こんな使い方じゃないんですね。ビニールだからちょっとね、なかなか切れなくてハサミ使って切ってるんですけど、でもこれなんか結構ね、綺麗な丸になって切れてくれるので、私はこれあったら、あ、よかったですね、楽でした。もちろんこれなくてもハサミで切っていけるので、多分後で動画に出てくると思うんですけど、ハサミだけでも全然大丈夫です。ハサミで穴を開ける場合なんですけれど、こういった風に十字に切り込みを入れていきます。そしてこのピラピラってなってるところを中に入れ込んでいくと正方形の穴になります。これ結構手間がいるので、やっぱり私はマルチ穴掘りが便利でしたね。見た目もいいですよね。そしてホーム玉ねぎを植える前に水をたっぷりかけていきます。この球根を植えていきます。植えるときは球根の頭が3分の1土の上から見える状態に植えていきます。はい、だいたい終わりましたね。これ頭を3分の1程度こういう風に出してあげるといいみたいです。とっても簡単に植えることができました。はい、用意するものはプランター、ホーム玉ねぎ、鉢底石、培養土です。
ちょっと下を見てみたんですけど、これコンクリートの上じゃない方がいいような気がするので移動します。はい、袋のやつは今ね、このプランターが置いてあるところに置いてたんですけど、ここに移動させました。このね、土の上の方がいいかなと思ってちょっとここに置いてみます。はい、そろそろエンディングになります。ホーム玉ねぎのプランター栽培、袋栽培うまくいけば冬ぐらい、11月12月ぐらいに収穫ができると思います。とっても楽しみです。ねえ、猫ちゃんすごい甘えん坊なんですよ。抱っこ抱っこってニャーニャーって鳴きます。Yeah.